キツネさん、おはようございます。群馬の朝は早い。やってまいりました。久しぶり、ガレージ521さんにやってまいりましたよ。いやー、懐かしいね。懐かしい。ちょっと僕もね、仕事がずっとこう立て込んでて、ちょっとごめんなさい、ブレッコ感出ちゃってすいません。ちょっとなかなか乗り物系できなかったんですけど、まあ今回ここのね、あのボス若尾さんからちょっとお話しいただいて、久しぶりカブで遊びませんか、はい、みたいなことでですね、群馬にやってきたんですけれども、いや、いいですね。相変わらずの変態オタク臭がプンプンしますよ。ここはボスどこ行った。ボス、ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。やべえことになってる。外がちょっと中でくつろいでたら囲まれてる。絡まれてる。これ完全絡まれてるって。絡まれてる。絡まれてる。絡まれるんじゃなくて。もう絡まれてるよこれは。ちょっと見てみろよ。これはやばいだろ。顔の悪いあんちゃんたちが集まってんだよ。ちょっとボス、ボス、なんかボス、あれボス、かぼく、チビボスがついてきたぞ。ボスの子供？いや、おいっ子です。あ、おいっ子、おいっ子が、おいっ子、あれ、おいっ子いい服着てますね。なんかちょっとすごいことになってます。今日何なんですかこれ。今日はですね、株ツーリングなんですけど、はい、株のイベントに向かう株ツーリング。何のか、それイベントなんですか。それは北関東株主総会っていうイベントで、はいはい、今回第4回目のイベントです。おーおー、それに、はいはい、このガレージ521さんの作った車両の皆さんで、はい、乗り込もう。いや、乗り込もうは良くないって。もう大人なんだから。いや、そうなんだ。じゃあちょっと車両ちょっと紹介、はい、いいですか。あの、皆さん、俺はっていう方はあれですけど、 あ、はい、あれちょっとかっこいい。まずかっこいいのありますね。あ、これなんかオーナーもかっこいいですよ、これ。かっこいい。ちょっとディレクター何やってんだよ。何やってんだよ。迷路になってんだよ。迷路になってないよ。ぶつけんなよ、お前。やべえやべえかな、この辺の人は。これ、あれ、はい、懐かしい。懐かしいね。全然乗れてないんだけど、急遽あのメンテナンスしてもらって乗れるようにしました。今日乗れるように。もちろん前回、はい、あの、はい、あれもうどれぐらい、1年2年ぐらい経つのかな。変態株シリーズをね、やらせていただいた時の車両の方もいるんで、新規の車両さん、新規の車両さんはこの辺とかも、このティファニーブルーの、すいません、ちょっと 見させていただきます。書いてあるやん、ティファニー、タイヤに。すごいね、ティファニー。なぜティファニー。かわいい。変態だね。やっぱ変態。これはでもあれでしょ、なんと、ダッチューノゴです。ダッチューノゴ、ダッチューノゴね、ダッチューノゴ。あとは、まあ、これもあれです、まあ、パッと見ノーマルなんですけど、はい、エンジンは 115cc なんで、見た目よりもめちゃめちゃ速い。はい、全然違うのかな。ちょっと速すぎて怖いかもしれない。ブレーキとかはでもドラムブレーキって昔ながらのやつなんで、引きづらいかなっていう感じです、ね。すごいね。え、何台あるんですか今日。今日は何人で乗り込むつもりですか。16人で。そんなに射程がいっぱいいるんですか、ボス。で、向こう行ったら何台ぐらい。1000台以上。あれ、この車両もそうですよね。背の高すぎて。はいはい、高すぎてね、またからしてもらって。あと、これが先輩の、これなんですか、車両で、あとヒュージョンベースで。ヒュージョン、赤坂さん、赤坂さん、またこんな季節に日焼けしないだろう。どこで焼いた、赤坂さん。よろしくお願いします。すみません、これなんですか。これヒュージョンですね。ヒュージョンってあのビッグスクーターですよね。そうですね、はい。ヒュージョンベースにシートレールとか作り直して、でステップがなくなっちゃうんで、はいはい、ステップつけて、でこれでグラッシーっていうバイクで販売します。あ、売ってるんですね、はい、すげー、ヒュージョン懐かしいな。え、いくらぐらいで販売してるんですか。ベースの形で66万円。おー、そこからマフラーとかローダーにしたりとかカスタムして、はい、いや面白いね、そういうビッグスクーターこうなっちゃうんだもん、確かに。あとこの方も最近作らせてもらって、あ、車両持ち込みで、車両は持ち、ベース車両を持ち込んでってことで、バーハンドルとか、はいはい、色々変えさせてもらって、
かっこいいね、シンプルで、うん、いや楽しみになってきたな、久しぶりに休日って感じがしていいですね。これもなかなか。あごめんなさいって、俺のバイクだった。ごめんなさいって、俺バイクに謝っちゃって。どうですか？このこれ？か、あ、かっこいいね。なんかやってなさそうで、めっちゃやって。相当長いのね。後ろもかなり太いタイヤを。はいはい。パリでちょっと履いてるキャラメルタイヤ。でこの間ついこの間本当にタイヤ変えたばっかりで。へえ。こういうの見てると久しぶりにカスタムする？おって気になってくる。ちなみにキツネ3号と似てるけどちょっと違うバージョン。はいはい。これパッと見、パッと見ね、あ、はい、すごい。だからなんか親近感が、はい、ただ後ろがとんでもなくリアタイヤが、ああ、ほんとだ。ただ俺何が一番気になったって、なんかね、家訓みたいのを貼ったん。バイク乗りは人生の楽しみ方を知っているでいいのかな、これ。ということでいいのかな。熱いハートを持った方ですね。死がないって、死がないんですよ。そうなんですよね。だから死なないんです。ああ、そういうことか。そういうことか。意外とあの漢字知らないのかなと思ったら、そういうことなんですね。いろんな古い、いやースーパーとか車とか。ほんとだ。リードすごいんだけど、変態ですね。古いなんだろう、バイクとかを買っても、はい、面白いんじゃないか。確かに、まあ、ちょっと思ってるのはそんなに古くないやつというか、はい、あそこにちょっと建物が見える。おお、まだあるんですか。なんかあん中がなかなかちょっと面白いことになってるかなっていう。なになに、え、うわ、すごいじゃん。おお、まあ、変なやつが FX 持ってきて、でこの SR またちょっと新しく買ったというか買い直したやつで、はい、これも映画で使われたやつで有村架純さんが乗った。これに？そんなわけないでしょ。なんで有村架純さんが乗ったバイクがガレージ5に。嘘だって。もうちょっとじゃあ夏美の蛍っていうので検索してもらうと、もう表紙にも映ってる。これ、え、その映画で、ね、またがってんの、よしきりちゃんと要チェックだよこれ。そんなわけねえって。へえ、ジッピー。ジッピー知ってるんですか？知らない。ジッピー、ジッピーって何年前ですか？かわいい。1976年とか70年代中期。めっちゃかわいくない？これ純正のシートなんです。ああ、これ何？これ鈴木のジェンマ。ジェンマ、これ何年ぐらいですか？これ80年代多分前半。なんかかっこよくない？こういうの載せたら和製ベスパって言われてる。ああ、ぽいっすね、確かに、うん、まあ、構造とかデザインがちょっとベスパに似てる。え、これ欲しい。え、でもなんかちょっとやりましょうよ、久しぶり、面白い企画。あれジョグ？あれ初期ジョグです、ペリカンジョグ。あれ一番最初ですか？そうそう、だちょっとパワーもあって軽いんでパンチはかなりある。ああ、いやなんかそういうちょっとスクーターみたいなってちょっと持ってないから、うん、スクーター復活させるのはどう？で、ヨシキ D のスクーターにしようぜ。いいっすか？何やったら面白いんだろうね。いや、すごいね、懐かしい、楽しい。じゃあ行きますか。はい、北関東株主総会に。さあ、いざ出発。いいっすね。
さあさあさあというわけで吉切帰ってまいりましたよ。楽しいツーリングすごかった。もうあの株主総会は仙台くらいいたんですかね結局。いたんじゃないか。でももう撮影が分かんないからさ、あんまり撮れなかったんだけど、でももうこの車両がもうすごい人集まってきて、これのなんでこの人集まってくるんですか。この車両だ、え、あと車長これ車長自分じゃない。あ、違うんすか。違う、ちょっと自分じゃなくて三代目 JSOULBROTHERS の山下健二です。すっごい人集まってきて、俺のさ隣に並んでるのさ誰も見ねえ全部こっちばっか見て、だからだわ。山下さんの車両、え、これはベースは、ベースはあの現行のハンターカム。ハンターカムね、よしき、ハンバーグ師匠の。師匠ですね。残ってるのはここだけ。そっか、エンジンと、まあこれもそうだけど、まあ、ほぼ作り替えちゃう。すげえ。今座ってるシートもハーレーの純正。健二郎さんのお尻がいやらしいな。触ってると思ったらちょっと触りたくなっちゃってすみません。またがっていいですかね。車高がとにかく高いんで。大丈夫ですか、またがっても。フォローしてみます。どう、似合う。かっこいいね。これでサムネにしちゃおうか勝手にこのバイクもらいますにしようかないいね、これ。こっから見てもらうと、もう多分要素も全くない。じゃあハンドシフトで。本物もハンドシフトで取れる。え、それか蚊取り線香ですよね。コーンの形してる蚊取り線香で、キャンプとか行ったらここに蚊取り線香する。なるほど。でワンタッチで、あとここが普通ガソリン入れるじゃん。でもこれは USB。 うわぁ、両方とも USB。 えぇ、ー、ガソリンは、ガソリン普通にこのタンクした本体じゃんもうすごい。え、これ赤穂さんが作ったってことですか。うちで新車のハンターカブを手配してもらって、こっからちょこちょこいじってって。あとマフラーが2個ついてた。あ、ほんとだ。フィッシュテールの、フィッシュテールの方はなんすか、またまたなんか小物いる。もうドスケベじゃん何にも入んないこの小物。でもあれ、ルアー、ルアー、ね、入れないでしょここにすごいね。でも面白い、ありがとうございます。そして15台ぐらいで走ってたんだけど、まあ、ちょっと気になったのがさ、まあ、視聴者の皆さんも気になるのがさ、一番お金かかってる車両、今日の中でいくらぐらいなんだろうっていうことで聞いてもらって、一番かかった車両があったんで、はい、それと入れ替えてもらっていいですか、すみません。オーナーさんは何さんですか。中村です。中村さん、オープニングでもねちょっと触れてたけど、はい、ティファニー号、すっげー、なんでティファニーだったんですか。あ、ティファニーが好きだった。身につけてないじゃないですか。身につけてないですねでも、あー、本当に好きなんですか、ティファニーが。またがらせていただいていいですか。でも乗りやすそう、すごい高さがいい。うん、かわいい、めちゃくちゃ。え、これは気になるところ、いくらぐらいかかったんですか。大体いくらぐらいか想像的に。想像、いや、3桁でしょ。3桁はいっちゃうと思うんですけど、102万。逆にもうちょい上です。もうちょいかけましたね。ティファニーさんに認められてほしいわ、もうここまで来たらね。ちなみにこれを乗せる車もティファニーズで。え何に乗せてんですか。エルバンをカスタムして、はい、ステップバン風のエルバン、このカラーにしてんですか。すごい、相当好きなんだ。ありがとうございます。さあ、というわけでですね、はい、今日は一日久しぶりにちょっと休日でバイク乗ってみんなで楽しく遊びましたけれども、ちょっと久しぶりに若尾さんに会ったら、なんかまたちょっと楽しいことやりたいねってなったんで、どうしましょう。まあ、原付スクーター、古いスクーターをやった方が、スクーターの方が簡単ですか。簡単だし、他にやってる人はあんまりいないと思うので、注目度も高い。ちょっとやってみます。ちょっとボロボロのスクーター欲しいで、めちゃくちゃ綺麗にレストアして、それでどっかに行く、
っていう企画ちょっと、はい、ちょっと指導しようかなと思ってるんで、またちょっとねこのチャンネルでお届けできると思うんで、もしよければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。若尾さん今日ありがとうございました。皆さんも素敵なバイクライフをお過ごしください。じゃあねな、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、きつねさんさん、な、な、中尾さんさん、秋吉さんさん、きつねさんさん、きつねさん。